花尾社長の座右の銘を聞かせていただいてよろしいでしょうか。僕は一番好きな言葉、鉄心石腸という言葉でしてね。鉄の心、そうですね、石の腸、腸、こう何があってもこう動かん、意志といいますかね、はい、曲げない石というかやり抜く石といいますかね、そういったものというのは大事にしていきたい言葉やなというふうに思っております。これは何歳ぐらいの時から持ってらっしゃる銘なんですか。これはねやっぱり、それこそ糸満事件の時ですよね。糸満事件であり、そしてその当時私も労働組合に関わったりしてましたから、はい、その組合というふうな組織をまとめて、その意思をしっかりと貫き通すというふうなところでは、その言葉は大事にしてきた、まあ、その時からですよね。逆に言うとそれだけの強い心を持たないと、もういやいや、圧力に負けてしまうような。そうです、圧力に負けるし、自分をそこでも、諸子のところをねじ曲げた瞬間にですね、周りも迷ってしまうというところありますので、そこは絶対やっちゃいかんなと思ってます。リーダー、諸子を鉄の心を持って、そうですそうです、はい、絶対やり抜く、やり抜くんだ、貫き通すってやつですね、はい。ウェルゾーさんが抱えてらっしゃる課題を一つ挙げるとしたら、やはり私、集団というのは、集団がある方向に向かった時というのは強いなというのはあります、でその時はですね、関連会社なりで経験してきたんですけども、はい、10人ぐらいに招待、はい、自分の目の届く範囲、そういった範囲中でその方向性に向かせるというのは比較的たやすいんじゃないかなと僕は思います、で今195人200人の会社となりますと、これは私一人がこういうふうな方向に行くぞって言ってもいろいろ違うタイプの人間もおったり、はい、当然違う方向に向いていったりというふうなのもまた反感めいて持ってる人も多いでしょうし、ですから、私のことを理解している取締役を含めて、はい、同じ心でまたその下も含めてね、はい、そのこれは稲森さんなんか名和戦略なんていうふうな言い方しますけども、そういった方々、我々を私の周りの人間たちもそういった方向に向かって、さらにその下にというふうな形で一種、会社の方向性というのをベクトルに乗っけてもらいたいなというふうな思いがある、何か一つといえばですね、じゃあ、どういうふうな方向にというと、より付加価値を生み出せる会社、ただの問屋業だけなくて、園芸の素晴らしさ、農業の素晴らしさ、そういったものをしっかりと、開拓できる、作っていける、そういったイノベーションカンパニーになっていくんだというふうな意思をしっかり伝えていける、そしてその方向性に、社員をこう引率できるリーダー、いうふうなところが生まれてくるというのが一番、大事なところかなと思ってますけどね。これはでも難しいんですよ、何人もの社員を持ってっていうような形になってきて、大きくなればなるほど難しいところがあるかな。でもあえて問屋からの脱却を、そうですね、問屋から一つ抜き出ていこうやというようなところです。付加価値創造商社、はい、というキーワードなんですね。そうですそうです。100年後のこのコンテンツを見てる人たちに僕らはこれ届けていきたいと思っております、時代をまたぐことになりますが、その時代を経ても移り変わらない何か普遍的なメッセージをいただきたいと思っておりまして、はい、私先ほどある方向性に、一つこの問屋からですね、一つ飛び抜けて、付加価値を見るようなというふうな話をしましたが、はい、園芸というふうなのはものすごい可能性を秘めている僕は業界だと思ってますね。で今ホームセンターさんを相手にした問屋取引というのを中心に、ホームセンターさんを通じてお客さんに買ってもらっている、こういうふうな形になると思うんですが、園芸というのは例えば街の角にもある、
公園にもある、うん、そういうふうな形で考えていけば、うん、園芸っていうのはいろんなその自分たちの身の回りにあるものだと思ったんですよ。で同時に農業というのもそうですし、で日本の素晴らしさというのを世界に伝えていくということも重要なことだと思ってます、うん、ですからこそ、そういったものを自分たちの今やってることのそのさらに先、うん、そこに向かってどういうことをしていこうよ、うん、どういうことをやらなきゃいけないよ、いけないということをやっぱり楽しく想像していく、うん、しっかり夢を持つ、うん、そこに向かって自分がまっしぐらに突き進んでいく、うん、で絶対ですねそこに諦めさえしなければ僕は達成できるものやと思ってますし、で諦めるというのはやっぱり行動を止めた瞬間だと思ってます、うん、思考を止めた瞬間、行動を止めた瞬間で、そこのところはですね僕は100年も不変やと思ってます、うん、だから楽しく、そして、夢を持って、それに向かってまっすぐ突き進んでいく心であり行動であり、こういったものについてはやはり、僕は持ち続けてもらいたいな、持っていてもらいたいな、で100年後の私にもし言うんだったらば、うん、その心を 今の持ってる心は絶対忘れんなよと、うん、言いたいですかね、うん、はい、そしてところありがとうございました、ありがとうございました。